はい、今日はいよいよ東京オートサロン2020ボンドブースの様子をお届けします。ボンドブース最終的にこうなりました。で、車両は、予定通り9台展示させていただいてます。展示車両のうち6台は992の動画で東京店で内山店長が紹介してますんで、今回は僕の方から紹介してない残り3台をご紹介させていただきたいと思います。はい、まずご紹介させていただくのがロールスロイスのカリなんですね。こちらはマンソリーの外装を全て組み込んだコンプリートカーになります。こちらはワイドボディキットになりますんで、かなり前後ともワイドになっています。で、組み合わせるホイールは、同じくマンソリーの24インチのホイールが装着されています。カーボンパーツを得意とするマンソリーらしいアグレッシブなデザインになっています。で、その後ろですね、ちょうどに展示されているのが AMG G63、 こちらもマンソリーのボディキットを全て組んだ、コンプリートカーになります。で、こちらもワイドボディキットですんで、非常にワイドな仕上がりになってます。ボディカラー黒なんでちょっと分かりづらいんですけれども、マンソリーのパーツなんでカーボンがふんだんにあしられた仕様になっています。こちらの車両は前後バンパー、フェンダーに加えてボンネットとルーフスポイラーが装着されています。リアに関してはボンドボディオリジナルの背面タイヤレスキットを使って背面タイヤレスにされています。で、ホイールはマンソリーの24インチ単動ホイールが装着されています。あと細かいところでいくと、フロントのグリル、オーナメントもマンソリーのものに交換されています。あとこちらですね、イルミネーション連動のマンソリーのエンブレムも取り付けされています。で、最後にご紹介するのがこちらですね、動画のシリーズでもお伝えした、ブラバスの G800 になります。で、こちらはもちろん、外装ブラバスのフルコンプリートの車両になります。で、それに加えてタービンの、加工もして実際800馬力が出ている車両になります。で、動画でお伝えした状態から1点だけ変更されてて、トランクの背面タイヤが、なくなってブラバスの専用の部品で、背面タイヤレスにされています。はい、今日は僕ここで、物販、ボンドオリジナルグッズの販売やらせてもらってます。こんな T シャツを販売してます。実はこれ、ただの T シャツじゃなくて、もう誰でも知ってる超有名な人の、ちょっと大人の事情で詳しくは言えないんですけど、超有名な人の T シャツなんかも作ってるデザイナーにお願いして作ってもらった T シャツです。で、ちょっとアメカジ風なんですけど、実は真ん中の車がロールスロイスドーンのシルエットになってて、なおかつシャコタンで底扁平っていうボンドらしい T シャツになってます。アメリカとちょっとヨーロッパのコラボな感じで。で、他にもいろんなデザインの T シャツ販売してます。よかったらぜひ皆さんお立ち寄りくださいませ。あとはボンドオリジナルのラバーキーホルダー、こんなのも作りました。はい、これも500円かな、はい、イベントで販売してます。で、あとはですね、ロッティフォームとあと BC フォージド、はい、のアパレルも販売してます。で、こちらにはサンプルとサイズが合わせられるようにサイズのサンプルが、はい、ございますんで、合わせてもらってちょうどいいものをお買い求めくださいませ。はい、そうですね。あとステッカーなんかもありますんで、買ってもらってもいいんですけど、一応、SNS にハッシュタグつけて投稿してもらえば、大小どちらか好きなものを1枚プレゼントしますん で、あとちょっと中、ちょっとせっかくなんで、本当に非常にたくさんの人に見てもらって写真も撮ってもらってやってます。で、今年ちょっとボンドガールがいないんですけど、本当に車だけ純粋に撮っていただいてる感じです。で、あとはですね、ボンドグループの、ブースの特徴としては車の展示もそうなんですけれども、各メーカー、本国からスタッフが来てます。アナーキー、1221、テックアート、はい、なかなかこのメンバーが揃う機会もないんじゃないかなっていう、東京オートサロンボンドブースならではな光景だと思います。はい、さんがカレー食べてます。外から見るとね、あそこの外国の人何してんだろうっていう感じなんですけど、実はメーカーの人だったりします。はい、で、あとは本当にいろんなホイールのサンプルも展示させてもらってます。向こう側には人気の単造ホイールアナーキーの新作なんかも本当に今日届いたばっかりのが展示してありますんで、ぜひ行ってみる、ちょっと行ってみましょう。これですね、これ多分東京オートサロンで現物が一番最初に公開されてるんじゃないかと思います。新しいレトロシリーズのニューデザインになります。そんな、非常に注目度の高いホイールも展示してありますので、ぜひご来場の際は、ボンドブースまでお立ち寄りください。はい、はい、ちょっとじゃあ細川コーポレーション社長に、はい、初多分登場、初登場じゃないのか、
名古屋店にちょっと映ってるんでご存知の方も多いと思うんですけど、はい、あの細川コーポレーション代表の、細川啓太社長になります。ちょっとお願いします。皆さんこんにちは。ボンドグループ細川コーポレーションの代表を務めさせていただいている細川です。まあ、今年 のオートサロン、あのまあ見ていただいて分かるように、まあ、スーパーカート、あと SUV、はい、SUV の中でも、まあ、かなりスポーティーに振ったラインナップに、まあ、なってるんですけども、まあ、ゲレンデバーゲン中心に、まあ、ウルス、あとはロールスロイス、カリナン、まあ、ゲレンデバーゲン2台、はい、あとはあのちょっとマクラーレン、なかなかまだ日本にね、あの来てまだ馴染みがないんですけど、まあ、最近結構トレンドを追いかけてるんで、まあ、そういった方に向けてのカスタムの提案とをできてるのかなというふうに思うんで、まあ、こういったことは今後も要するに続けていきたいですし、まあ、お客さんにもちょっとアピールしたいポイントかなというふうに思ってます。あとはあのコントローラーのたくさんこう受注いただいているあの、ワンオフのホイールですかね、単造ホイールですよね、はい、単造ホイール、これあの、まあ、各メーカーのうちの会社としても扱ってるんですけど、ここはあの本当にこう年々こう、まあ、数字も伸びてきていて、お客さんからも需要も高いんで、まあ、いろんなホイールがちょっとアピールできる場になったかなと思うんで、そういったところをちょっと注目してもらいたいなというふうに思っております。ありがとうございます。はい、どう大丈夫です、はい、というわけで YouTube、はい、伊藤社長が登場いたしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。